日本政府慰安婦で朝日新聞と韓国政府を批判自民党有村春子が質疑31日の国会において自民党の有村議員が政府に対していわゆる慰安婦問題で次のような質疑を行いました韓国政府は世界で類を見ない戦時の女性の人権蹂躙なという新たなレッテルを貼ることで日本を不当に貶めて孤立させ事実に基づかない歴史認識を 国際社会に献殿していると。それに対して茂木外務大臣が素直に申し上げて韓国によってせっかくの問題解決のゴールポストが常に動かされている状況があると批判いたしましたまた政府が答弁書においていわゆる慰安婦問題が広がった原因について吉田誠二氏が 昭和58年に日本軍の命令で韓国の政治党において大勢の女性が利用した旨の虚偽の事実を発表し虚偽の事実が大手新聞社により事実であるかのように大きく報道されたことにあると認定したことについて真実にもとる情報によって国内世論が作られ韓国世論に飛び火しさらには国際世論で反日感情を広げ在外邦人が蔑まれその子女がいじめられ どれだけ日本の信用と国益が限じられたことか計り知れない、今すら大手新聞社などと匿名する必要など全くないと、これに対して加藤官房長官は、大手新聞社は朝日新聞だと明言し、朝日新聞が報じていた吉田氏の証言により、あたかも強制連行があったような事実に反する認識が 韓国をはじめ国際社会において広まったことは極めて問題であったと考えていると朝日新聞を批判いたしました。また有村議員は慰安婦の20万人説について質疑を行い政府は総数を示すものはないただ朝日新聞は女子停身隊というため 20万人を強制連行と報道し、後に慰安婦と低身体は別だと訂正したと明らかにいたしました。この問題について、有村議員はツイッターでもこのように批判されておられますが、まず、いわゆる慰安婦問題については、当時は合法であり、現在は明らかに日本国民の 差別の日本国民に対する差別の原因になってしまっておりますので、日本政府にはこのようないわゆる慰安婦問題によって、日本国民の人権が侵害されているとして、差別をやめるように強く各国政府に要求するべきでしょう。ぜひとも日本政府にはこのような非常に悪質ないわゆる慰安婦問題を悪用した、 日本国民に対する差別に対して今後も徹底的に対抗していただくようにお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました